さあ第2試合は津崎義郎対吉田英治、こちらもスーパーウェル級の王座決定リーグ戦でございます。さあ現在のところ津崎選手が勝ち点3、そして吉田選手が勝ち点2となっております。さあ、先ほどの、ね、第1試合に続きまして池田さん、はい、こちらもそうですね、名隊の、ね、スーパーウルタ級の王座決定リーグ戦ですけども、はい、まあ、優勝候補同士ですよね。あ、そうですよね、はい、でしかもあの吉田選手はあのクロスポイント吉祥寺なので、はい、そうですね、僕と一緒の仲間ですね、はい、いつも練習してます。緊張すごいしちゃうっていう、あ、まあ、だからもう練習の実力が今日も出せれば、はい、すごい強い選手だと思います。そうなんですね、はい、まあ、吉田選手本当に長身ですけどもね、先ほどもね、両者長身でしたけども、はい、吉田選手186センチ、はいはい、お、背も高い、リーチもある、うん、本当にあの打撃系格闘技が理想的な体型なんですよね。そうですよ。そして最近はね、フクロウもね可愛がってキャラクターがついて、フクロウ可愛がってというか、あのフクロウカフェの店員さん で、うん、はい、でそのキャラクターをあのレブス山口代表がフクロウキャラクターにしようとしたんですけど、本人がすごい拒否して、いやこれね、小笠原さん乗っかった方がいいですよね、絶対ね。乗っかった方がいい。僕もそのカフェ行ったんですよ、吉田さんの、はい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 、すごいいいカフェですね、本当に。いや、女の子大好きですよ。フクロウですか。フクロウカフェ今大人気ですし、この格闘ね、格闘してのギャップもいいじゃないですか。そうですね、まだちょっと髪の色もなんかちょっとフクロウに寄せてる感じがねなるほど。いやいや、フクロウファン業界っていうのも多分あると思いますね。あれ、いやでもなんか会見で本当になんか本人嫌がってたし、はいはい、まだそこまでフクロウのことをね、はい、好きになってないって言ってましたけども。言ってましたね。そこはね、可愛いって言ってもらおうと思って質問したらなんか、うん、いやそんなにって言われちゃったまあでもリング上の実力とともにね、そういうキャラクターを知ってもらうっていうのはね、これプロとして非常に大事ですから、はい、うん、さあ須崎選手もね、なかなか積極的に、いや、いいですね、はい、パンチの綺麗ありますね、須崎選手は。ジゲさん、須崎選手はどういう、ね、選手なんですか。須崎選手は、うん、まあ、元、自衛隊の方で、はいはい、海外をその後放浪して、本当いろんな外国行っていろんなこうバックパッカー、はい、バックパッカーしながら、はい、格闘技をやってたっていう、ちょっと早い変わり種で、ですね、かつやっぱ面白いですよね、経歴も、うん、はい、須崎選手、首も結構できますね。あ、そうですか。組んでも組むポジションがすごいいい、ね、ね、うまい、顔を押してダンナーって言うんですけど、はいはいはい、でも、切れた。こうね、背の高い選手に対してですけどもね、あ、これまたちょっとちょっと切れましたね。選手に肘対して、これ肘が、はい、レフリーはちょっと肘を示しましたね。なるほど、有効打によるさあカットということで、はい、吉田さんも本当にリーチがやっぱりあるんで、うん、長い距離でこう戦えるとすごい楽に戦えると思うんですけど ね、日本人でなかなかこんな手足の長いね、はい、こういう方いないですよね。いないでしょう。結構深いかな。ちょっと深い感じしましたね。ああ、そうですか。これはちょっとね、津崎選手は前回もね TKO 勝ちで3点取っておりますんでね、このままね一気に今回もちょっと止まりそうですね。勝利を願っていたところなんですが、あ、ここでストップ。これは吉田英治、はい、ただいまの試合は第1ラウンド2分7秒、うん、チーさんいかがですか。そうですね、はい、もうちょっと攻防見たかったですけどね、うん、はい、1ラウンド2分7秒 TKO 勝ちと、はい、小川沢選手ね、ちょっとね、まあこれ試合ですから、そうですね、攻防もありますけども、やっぱ肘ありっていうのは、うん、これが醍醐味でもあるので、はい、そうですね、まあでも吉田選手ね、見事に、はい、勝利しましたんで、はい、ちょっと次の試合にも勝ち点も加算されまして、フクロウも楽しみにしてます。いや、フクロウを、ね、味方につけた方がいいですよ。そうですよね、絶対に、はい、ハリーポッターのファンとかもいますしね意外とフクロウ業界あの広いと思いますよ、はい、ね、あとはもう本人の意思ですね、はい、そうですね、今この、はい、勝利の時に肩にね、いてもいいですよ。そういうことですよ、ね、今、フクロウいないのかなと思ったら、はい、いないなと思って、終わった後は飛んできてもいいですよね、フクロウが。そうですね、コーナーにもフクロウはいない。今からでも間に合いませんから大丈夫ですかね。本当ですよ、持ってきてないみたいですね残念、残念だな。入場の時に肩にフクロウはいない
勝ったらもう最高ですよね。いやもう最高ですよ。本当ですね。袋のためにも負けられないという。はい、はい、さあというわけで見事に吉田選手が勝利を奪いました。